いきなりですね。これ何？あ、踏んづけてる。これ人形じゃないよね。この紳士ですかね。革靴のおっさんが。英字新聞。ガール。カシャカシャ。カシャ。キラー。これはジャーナリズム。洋館ですね。洋館のお化け屋敷のようなニヤ。火柱が炎上してます。そんな魔法みたいな人形僕の炎に包まれた。お天候の方がせり出してきました。めっちゃ笑ってます。屋敷の上に天空城。屋敷オン屋敷。この建造物すげえ。動物の衣装が殺されていく時計ですね。ほら、ロックタワースリーというわけで、本日よりクロックタワー3の実況をやっていきます。よろしくお願いします。ではスタート。これはアクションホラー、ホラーアクションのゲームでしょうね。まずはムービーからですね。曇り空、山肌、そして屋敷、さっきの屋敷かな。お、愛する娘、JK、アリッサへ。アリッサ。3年前、あなたの大好きなおじいちゃんが旅行に出たまま行方不明になって、行方不明。私は嫌がるあなたを寄宿舎へ入れ、6年の間は絶対うちに帰ってきてはいけないと言いました。帰ってきてはいけない。ごめんなさい。でもあなたを危ない目に遭わせたくなかったからなの。あなたはあと何日かで15歳の誕生日を迎える。だからお願い。可愛く育った。誕生日が過ぎるまでどこかに隠れて。隠れて。いいわね。急いで隠れるの。おかん。ママより。ママより。ママ。アリッサ、あなたのお母さんから電話よ。お母さんから電話です。もしもし、ママ、アリッサよ。もしもし。どうしたの、ママ。返事して。もしもし、ママ聞こえる？ママ何してんの？もしもし、受話器ですね。もしもし、ママ、かけてきたのに。ん？これは？ただいま、ママ。ただいま、ママ。もう帰ってきたんや。自分家ってことですよね。ママ、ただいま。めっちゃいいです。え？ドアか、勝手に。そんなことあります？ママ何してんの？ママは？学食みたいな空間が見えますね。おう。え？誰やお前。ママじゃないな。ここに下宿している方ですか？下宿？私、ここの娘でアリッサって言います。アリッサですよね。あの、母はどこに？母は？お母さんは出かけた。お母さん出かけた。昨日の朝早くね。朝早く。しばらく帰ってこないと言っていたな。うん、そんな。いや、永久に帰ってこないかもしれん。はあ？つまり今日からお前は一人ぼっちというわけだ。何を言うてんねん。ああ、怖い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 。おー、何しよう。可愛いアリッサ。可愛いアリッサ、痴漢です。会いたかった。え、会いたかった。
なやこいつ。何年2回行くのお前。不審者ですよ。警察呼んで。ふはははは、じゃないんですけど、ふてふてしいですね。え、おっさん2階に上がって、あ、もうこれは始まってるわけですね。アリッサを動かして。左上にね、剣が見えますね。これは？これ自分家なんですよね。めっちゃいい家住んでんな。不気味な紳士が座っていた椅子だ。不気味な紳士？いやー、失礼な痴漢ですよ、あれは。急にね、顎をなんか掴まれて、お前は一人ぼっちだとか言われましたけど。まあ、今のところそんな感じ、誰とも友達は描写されてませんけどね。時計は正確に時を刻んでいる。そんなことがなぜわかるのか。これ、なんか やたら古い洋館ですけどね。こんな家に住んでる時代はいつなんでしょうね。暖炉の火の火が周りを赤く照らしている。暖炉の火がつきっぱなしですね。てかママに呼び出されてきたのにママは出かけたっておかしいですね。あいつがなんかしたんじゃないの。これちょっと食堂はこんなもんですか。めっちゃ広い家住んでますね。これは書きかけの日記が置かれている。ここでゲームデータをセーブすることができます。セーブすることができるってことは、アリッサが書きかけの日記なんですか。これ久しぶりに帰ってきたのに。これは不思議な模様の壺だ。綺麗な水で満ち溢れている。綺麗な水なのかどうか怪しいもんですけど、ここに用はないわ。それはね、これなん、ここの先なんですか。それをちょっと俺に教えていただきたい。用があるかどうかは俺が判断したいですね。2階怖いですよね。あの痴漢が逃げ込みましたから。あ、こっちは、これは世界の骨董品や美術品が並んでいる。おじいちゃんが集めたものね。おじいちゃんって、あの冒頭で旅行に出て行方不明になったって言ってたおじいちゃんですかね。鍵がかけられている。ここから先は確か下宿人の部屋のはず。みんな出かけているみたい。下宿人の部屋、下宿人、こっからここに住んでるってこと。この先にアパートがあるってことですかね。でここを通って食堂に行くのかな。こんな美術品をそんな無防備に晒していて大丈夫ですか。留守中のおじいちゃんの部屋だわ。旅行に出てもう3年になる。いつ帰ってくるのかしら。なるほど、おじいちゃんの部屋結構無造作にあるな。こんなところに、アパートの住人との間、大家みたいなところに住んでますね。はあ、広すぎて貸してるってことなんですかね。まあこれもちょっと行くとこないですよね。外に出る必要はないわ。ママを探さないと。ママは出かけたって言われたんだから外でもいいのでは。まあ、ちょっとこう痴漢に襲われるかもしれないですけど、2階に行きます。2階も広いね。ん？アリッサって書いてる。これはアリッサの自分の部屋ですかね。これベッド、埃一つない。ママが掃除してくれたんだわ。ママこまめですね。机の上は綺麗だわ。読み飽きた本が並んでいる。読み飽きた本、そんなにでも本の数ないですよね。そんなにないな。あんまり本読まない。私の部屋何一つ変わっていない。掃除はしてくれてるようですが、これは鍵がかかっていて開かないわ。鍵がかかっている。自分の部屋なのに鍵はないのか。この写真、逆ピラミッドの写真、なんか頂点がないな。
ちら、あ、なんか光ってますね。ラベンダー、ラベンダー、ラベンダー香料ですかね。テレビがつかない、 接触が悪いのかしら。結構いいテレビじゃないこれ。なんか古めかしい。てか女の子の部屋としてそぐうのか分かんない時計とかが置いてますけどね。テレビ、結構いいテレビなんじゃないの、この感じにしては、この感じの時代にしては。スマホとかなさそうですね。ちょっと出てる、これでも、あれこれ、あれさっき入ったところと違いますね。これ何、来客用の机、いつものママが綺麗にしているわ。応接室ってことですか。暖炉があって暖炉に火がついている。危なない。結構これさ、火の部分とこの床の部分の境目がないですね。ほぼ火の粉がこれ飛び散ったら絨毯燃えるんじゃないですか。大丈夫かな。てか来客用の応接室と直通なんや、アリッサの部屋。こんなんアリッサ風呂上がりに裸で牛乳飲みながら出てきたりして客がおったらどうすんねん。これは鍵がかけられている。他の住人はまだ帰っていないようね。あ、下のあの芸術品のところの先だけじゃないんだ、住人が住んでも。これはさっき来たところか。ん？これは？え？なんか模様、何これ、ライトニング、めっちゃコントローラー震えてます。え？ライトニングはパニックメーターについて、アリッサが体や精神に何らかの脅威を感じたとき、パニックメーターが増加します。パニックメーターがマックスを超えるとアリッサはパニック状態となります。パニック中は操作にいくつかの制限がかかるだけではなく、敵に攻撃されるとそれはアリッサの死へと直結します。敵？敵に攻撃されるんですか。死に直結するんや。パニック死。パニックメーターは安全な場所で過ごすことで少しずつ回復します。メーターには常に気を配り、可能な限りパニック状態にならないように注意しましょう。パニックか。これはじゃあパニックってるってこと？これ左上点滅してますけど。あれ減ってくやん。なくなったけど。え？これもパニックは収まったってことですか？この一件の。すごい弾力ですね。青い結界のようなもので封印されているようだわ。青い結界？結界？そんな結界に封印を受け入れてんの？いやー、ちょっとにわかには信じがたいですけどね。すごい受け入れるのが早いな。暖炉。燃え盛る、あー、やっぱ火事に。あ、なんで？なになになに、暖炉の火が急に消えましたけど、うわーって。え、ちょっとなんか今ケツを入れ込もうとしませんでした？え、なんか、え、どういうことだこれは。ちょ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 、あ、暖炉奥の壁が崩れているわ。こんなところに隠し部屋があるなんて。隠し部屋？あ、しゃがめる。ああ、入れる。え、熱ない？さっきまで火ついてたんですけど、膝も全然汚れてない。なんだここ。え、てー、え、血涙。え、なんで？顔取れましたよ。え、全然パニックってないやん。めっちゃビビってなかった今。
何これ、なんか落ちてる、何か瓶のようなものと手紙が落ちているわ。はあ、精霊の瓶、精霊の瓶、今名付けた、これ精霊の瓶なの。ナンシーの手紙、ナンシー、愛するアリッサ、あ、これ冒頭で手紙読んでたやつですかね。愛するアリッサへ、アリッサ、あなたにだけは全てを伏せたままで時が過ぎるのを待ちたかったけれど、この手紙を読んでいる今、あなたは帰ってきてしまったのね。あなたを守るためにこの精霊の瓶の中にある聖水の使い方といくつかの知識を記しておきますアリッサ、帰ってきてしまったのねって、ママから電話があったから帰ってきたんですけど、まあでも、あ、偽の電話だったのかな、ママじゃないのかな。で、あの痴漢が電話してきたんですよ。聖水の効果1、払い、あなたを脅かす者に対してこの聖水を振りかけるもので一時的にですが痛手を与えられます。2、封印解除、聖水を撒くことで封印を解除できます。聖水の効果、聖水ですか、聖水、聖水の補給、聖水には限りがあります。以下の場所で補給が可能なので忘れぬよう。1、聖なる壺、2、ライオン像の水汲み場、ライオン像、聖なる壺ってあの1階にあったやつですかね。幽霊と思い出の品について、非業の死を遂げた者はこの世に何らかの未練を残しています。その人たちの心を癒すことが、ひいてはあなたの身を守ることにつながります。心を留めた思い出の品を見つけてあげなさい。幽霊、幽霊が出てくる、ママ霊媒師かなんかですか、幽霊をこの世のものとして受け入れてますか、見て、思い出の品を見つけてあげなさい。幽霊に奉仕せよ。最後に、あなたに降りかかることは元を正せば全て私の責任ですけれど、あなただけは守りたい。アリッサ、今も昔も、そしてこれからもあなたを誰よりも愛しています。ナンシー、これはなんか、カン、なんかの聖杯戦争かなんかに巻き込まれてるんですかね。これなんかただならぬことが起こってますね。これでもうなんもないですかね。このハミルトン家の守護女神像だわ。ハミルトン家の守護女神像、こんなところにあるなんて、え、聞いてはいたけど初めて見たみたいなこと、聞いてはいたんだ。何ハミルトン家って、ハミルトン経理のなんか法則みたいなのありましたね。これ出るしかないですかね。え、めっちゃ這うやん。え、いつまで這ってんの。え、え、ちょっとちょっと、どうしたどうした。え、もう罰押してないんですけどね。あちょっと幼児対抗を見てしまいました。聖水の瓶3回って書いてんな、左上。これはあ、めっちゃ水まいた。あ、2になりましたね。減りました。これじゃあね、左上、刀じゃなくて、聖水の瓶なのこれ。あ、瓶のマークが、左上に向かって、こう、瓶の先っぽがあるマークがありますね。でも、この、刀みたいなのは何なんだろう。いや、これ、あ、これか。はい。あー、めっちゃブルブル。バリーン、ビビらないですね。メーターが全然ピクリともせん。はあはあ、これ封印されてたの、自分家が。何これ、古びた扉に板張りがされている。物心つく前から開かずの扉になっている。あ、別に今じゃないんだこれ。これなってんの、こんなことある、家の中で。
数リフォームした方がいいですね。綺麗に掃除されているわ。ママなの？ママの手によって。あ、これは封、ん？封印されてない？これレストルームとかトイレですね。え、ドアの向こうに誰かいる？え、怖っ。かなり封印されているみたい。めっちゃドンドンドンって言うやん。でもこの封印のマークは一切動いてないな。ドアは動いてるけど、ドアに書かれてるわけじゃないのかこれ。はい、この結界には効果がないみたい。なぜ？え、これ痴漢が入ってんですか？痴漢閉じ込められた？ちょっと声をかけてみてほしいんだけど。全然ビビらへんやん、アリッサ。あのライトニングボルトの時だけですね。いいな、ナンシー。これはおかんの部屋か。おかん広いな、部屋。開いてますね。慌てて出て行ったのかしら。クローゼットが開いたままだわ。クローゼットが開いたまま。なんか光ってる。ん？ちょっと待って。ちょっと一通りぐるっと回るか。今は時は刻まれていない。動かすには時計専用のネジ巻きがいるようだけど。よく一目でわかるな。めっちゃなんか四角い。ごつい時計ですね。誰の肖像画だろう。昔から飾ってあるけど。あー、なんか女性がモナリザみたいな手の組み方してますね。右部分の余白が大きいですね。これママじゃないのか。自分の肖像画飾らんか、自分の部屋に。これはママ、いつもママが寝ているベッドだわ。うん、まあ、なるほど。三面鏡は閉じられている。おお、あの化粧台に置いてあるやつですね。おお、本が置いてあって、パソコンがありますね。デスクトップパソコンがありますね。なかなかいいパソコンじゃない？この光ってるやつは。写真ですね。あ、あの家族の写真じゃない？おじいちゃんとおかんとアリッサの、うん、立てまして。これ Mac かな、このパソコン。何？フィーってなんかどうした？ママ。ママ？ママの言うことも聞かずに帰ってきてしまったわ。だって心配だったの。ああ。どこにいるの、ママ？どこに？心配ですよね、それは。ん？本があります。痴漢もおるしな、まだこの家の中に。危ない。出てった方がいいんじゃない？あ、痴漢や。本の中に逃げたのか、あいつ。エニグマ。え？ CD。 いや、あの、え、これって BGM じゃないの？誰？マジでこの音流れてきてビビってるってこと？え、なんかめっちゃ霧が。CD がナイフですね。しおりがナイフ。はあ、それはね、部屋の中でいきなりあんな音が。なんか弾き出された。なにこれ、なにこれ。あ、消えた。扉は閉ざされている。やば、狭この廊下。
どこだここ、鉄格子。え、何ここ、え、甲子園。え、爆発してる。え、すごいな今この世界、ゴロゴロ転がってる受け身が。おお、何やこれ、爆発してる。空襲は、え、そんな、バス倒れてきた、怖っ。何この爽やかなピアノは、全然爽やかじゃないぞ今この状況は。なんすかこれ、めっちゃピアノ流れてますね。これはマジで流れてるってこと、これ演出じゃなくて BGM じゃなくて、これこっから来たんですよね。開かなくなっている、え、また戻れないの、何やこれ、一通が多いですね。めっちゃ送り出されてるけど、変だこれ。いいや、カバンも置いてきちゃって1942-1224第15回ピアノコンクール開催、ピアノ待ってますね。ピアノコンクールしてんのかな、1942年とか。1942年って戦時中ってことえ、じゃあ第一次世界大戦とか、どうなってるんですかね。今週、もうすぐやんだな。あ、缶を蹴ってしまった。ピアノ。何かで引っかかって開かないよ。あ、これ血、死体やんけ。ああ。ふさふさって書いてある。え、開いたやん。は、いやー、なんやこいつ、指輪を返してくれ。え、いいんだよ。え、ちょ、アリス全然ビビってないやん。ビビリメーターが、電話ボックス、なんかかかってますね。婚約指輪。お？癒し方法について。非業の死を遂げた者の思い出の品を見つけたら、それを本来あるべき場所に返してあげましょう。指輪なら本来あるべきケースの中に。片割れのペンダントならもう片割れのペンダントに。思い出の品を返すことで、未練を残したい幽霊は浄化され、代わりに何らかのアイテムや情報をアリッサに残してくれるはずです。はあ、指輪はケースの中、さっき見えたケースですかね。非業の死を遂げた幽霊ってことか。これ誰が言ってんねや。そんなことが電話ボックスの中に書いてあるの。でも幽霊いますやん。これも生成ないもんね。え、どうすんだこれ。え、何これ。ふよふよしてる。いいめっちゃメーター上げられたわ。なあこいつ。ん？
何をされたんだ今。さっきの爆撃で、けどまるで何かに叩かれたような。叩かれた？空の指輪ケース、誰かに中を奪われたのかしら。これ、あ、指輪ですね。あ、これラベンダーも手に入ってる。自分の部屋にあったやつか。パニックを鎮めることができる粉末。ああ。血に染まった婚約指輪、誰かが落としたものだろうか。これ、ね、え？丸？何やそのポーズだ。丸ってことか。結界石。あ、なんかもらった。少しは役に立てたのかな。ああ、今ので解決ってことですかね。え？あ、くそ。え、怖い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 。怖い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 。バンってしまうやん。今閉じ込められたよね。やばいってよかった。ああ、どんどん落ち着いていってる。はあ。なるほど。チュートリアル的なことですかね、今のは。チュートリアル死に。なんかストリート名が書いてあるな。ステーションスクエア。ノッティングヒルシティホール。フォートヒルストリート。あ、水が出てますね。ライオンをかたどった水汲み場。ここでゲームデータのセーブと清水の補給ができます。あ、清水補給した。瓶に水を満たした。よしよし。あ、こんな、これかライオンの水汲み場って。あ、これ清水なのか。止めどなく溢れてきますけど。これ、街中に巻いてもらいたいな、スプリンクラー。じゃあ、今回はこの辺にしておきましょう。ありがとうございました。